ちは、ことしです。今日はこちらダイソーさんの毛糸フラフィー F3 ライトグレーでかぎ針編みのニット帽を編んでいこうと思います。とジャンコールはこちらです。かぎ針なのでちょっとね編み地が厚くなるので透かし模様の帽子にしていきたいと思います。ちょっとそこまでね、買い物行くとか屋内に入っても脱がなくても大丈夫なような感じの気軽にかぶれるような帽子を作っていけたらいいなと思います。ではね、使うかぎ針は7054mm のものです。はい。あとね、ハサミ、とじ針、ダンスマーカーがあると便利かと思います。はい、ではね、早速編んでいきます。一本通りで編んでいきます。まずはこのように針に糸をかけます。これですね。そして一巻きします。このやり方は私がやってるやり方で、二重に巻くやり方もあるし、いろいろあるんですけど、とりあえず私は今このようにやってるだけなので、あとはね、皆さんの好きなようにやられていいかと思います。で、ここに針を入れます。で、向こう側から糸をこのように引き出します。そして1、2、3、4つ鎖を編みます。そしたら針に糸をかけて、この今ね作ったループの中に針を入れ、向こう側からこちら側に針を持ってきます。そしてまずはこのようにね、糸をかけて、方糸をかけて、まずは1個2個ループをくぐらせます。はい。そしたら針に2本このようにループがかかりますので、それをもう一度このように針で糸をくぐらせて、これでね、長編みが完成しました。そしてもう一度針に糸をかけて、ここですね、もう一度長編みを編みます。そして一つ鎖、針に糸をかけて、もう一度長編みです。はい。で、この長編み、鎖編み、長編み、これがね一つの塊です。こっちもね、ここ最初4目編んだと思うんですけど、鎖編みで3目で1つのこの、長編みと同じ長さになって、1つ間にこの鎖編みで、4目鎖編みですね。で、その隣に、長編みなので、これも1つの塊です。なので今2つ塊が編めました。で、ここにね、このループの中に全部で8つこの塊を入れていきたいと思います。で、ではね、どんどん入れていきます。で、塊が終わったらすぐに長編みです。長編みを1個編んだら1つ鎖を編んで、もう一度長編み、これで1つの塊ですね。で、また隣に長編みを編んで、鎖を編みを編んで、もう一度長編み、はい、これで1、2、3、4つ目ですね。4つ目の模様が編めました。そしたらもう一度針に糸をかけて、長編みを1個、そして鎖編み、長編みで5つ目ですね。針に糸をかけて、長編み、鎖編み、長編み、6つ目です。はい、6つ目の塊ですね。針に糸をかけて、長編み、鎖編み、そして長編み、これで7つ目です。はい、最後です。針に糸をかけて、長編み、鎖編み、そして長編み、これで8つ。はい、これで終わりです。で、このね1段目は終わりました。はい。そしたらね、ここの糸をこう持ってヒュッと引き締めれば引き締まりますので、ぎゅっとね、ぎゅっとぎゅっとやってください。
これでね、1段目が終わったので、このような形になっていると思います。そしたらもう一度針に、糸にね、針を入れて、ね、ここのちょっとこれモケモケしてて見づらいんですけど、ここね、1、2、3、4つ、ここね、ここちょっと見えづらいんですけど、1、2、3、4つ鎖があるんですけど、これの1、2、3目目、ここのね、鎖はこことここの間の一つ離すための鎖編みなので、ここじゃなくてこっちですね、一個下のところに針を入れます。このようにね、 このなんていうの、この向こう側半目っていうんですけど、これ、そしてこれ裏目ね、そしてこれがこっち側半目なんですけど、この2本ちょうどここに針を入れて、そしてこのように引き抜きます。そして2段目に行きます。2段目は1、2、3、4つ、また4つ編みます。そしてこのちょうどね、この間、ここにね、間があるんですけど、ここ鎖で1つこう離れてるでしょ、ここは、長編みと長編みでくっついてるので、長編みと長編みの間、ここね、鎖1つこう開いてるでしょ、この中に、今から編み入れていきます。で、今ね、4つ鎖を編んだので、針に糸をかけて、ここですね、ここに長編みを1つ編みます。で、針に糸をかけて、で、ここはね、ここは1つの、塊で、次こっちですね、この鎖編みのところにこのまま針をこのまま入れて、そして長編みを編みます。で、鎖編みを編んで、針に糸をかけて、もう一度同じところに長編みを編みます。まあ、これをね、束に、すくうっていうのかな、束にね、この目に入れないで、このね、この目に入れないで、そうですね、ここの目には入れないで、このまま入れちゃうことを束に拾うと言います。そしたらまた針に糸をかけて、ここは飛ばしますよ、ここ飛ばして、ここの鎖目のところですね、ここのスペースに針を入れて、長編み、鎖編み、長編みと編み入れます。針に糸をかけて、ここですね、長編み、鎖編み、長編み、針に糸をかけて、ここですね、長編み、鎖編み、長編み、針に糸をかけて、まあ、2つね、ここ長編みを飛ばして、次のね、ここの鎖目の中ですね、ここに長編み、鎖編み、長編みです。はい、針に糸をかけて、ここですね、長編み、鎖編み、長編み、もう少しです。針に糸をかけて、このね、2つの長編みを飛び越えて、ここのね、鎖目の中に、このまま束に、束に取ってしまいます。長編み、鎖編み、そして長編みです。はい、そしたらですね、これで、2段目が終わりました。ただね、1、2、3、ここの最初のここの鎖編みですね、1、2、3目目に針を入れますですね。で、引き抜きます。そして1、2、3、今度は3つ立ち上がります。鎖3つで立ち上がって、針に糸をかけます。でね、この中ですね、まず先ほどと同じように、この鎖目のところの下にこのまんま入れて、で、長編みを編みます。で、針に糸をかけて、もう一度長編みです。はい、このね、今ここの中に2つ長編みが編まれて、で、1つここに鎖編みがありますね。これ立ち上がりの鎖編み。これでね、1、2、3、3つ塊ができました。そしたら次ね、ここの長編み2つを越えて、ここの鎖編みの下に長編みを3つ編み入れます。ですね。2、3。ここですね、
このようになります。そしてまたここの長編みをね2つ飛び越えて針に糸をかけて、ここですね、ここに針を入れます。そして長編みを3つ、針に糸をかけて、ここは飛び越えて、ここですね、ここの鎖編みの下に長編みを3つ、これを繰り返します。はい、これで一周してきました。はい、そしたら 1,2,3 個目に針を入れます。で、ね、1,2,3 個目ですね、この鎖編みの3つ目に針を入れて引き抜きます。はい、そしたらね、次の段は、増やし目になります。 1,2,3,4 つ鎖を編んで針に糸をかけて、でここね 1,2,3 って3つねこうあるんですけど、これが鎖編みで、これが長編みで、それの真ん中の目に針を入れます。そしてもう一度針に糸をかけて、ここ同じところに長編みを編みます。そして鎖を編んでもう一度長編みを編みます。はい、これで増やし目ですね、増やし目をします。で次に針に糸をかけて、またね真ん中です、この3つ塊があると思うんですけど、長編みをね、ここからこう長編みが3つ出てると思うんですけど、そこのその長編みの真ん中に、真ん中の頭に長編みを編んで、1つ鎖を編んでまた長編みです。でこれがね1個の塊なんですけど、2つこの塊を編むところと今編んだところね、ここ一つです。だから2つ1つ2つ1つってね、交互に編んでいきます。針に糸をかけて、この3つの長編みの真ん中ですね、真ん中に針を入れて、で先ほど1個編んだので、次は2つ編み入れます。まず1個目、針に糸をかけて、2個目ですね。2個目。はい。これで増やし目ですね。次は212ってきたのですが、1個です。針に糸をかけて、この3つの真ん中ですね、長編み3つの真ん中にこの塊を1個編みます。はい、1個の次は2個ですね、この真ん中の塊真ん中に、違う、この長編みの塊の真ん中に長編み、鎖編み、そして長編み、先ほどは1個だったので、次は2個ですね。もう1個、塊を編み入れます。はい。で、次は1個ですね。針に糸をかけて、ここですね、次は2個。次は1個、針に糸をかけて真ん中です。はい、これで1周してきました。 1,2,3,4 段目が終わります。で 1,2,3 3つ目に針を入れて引き抜きます。はい、次はこのね長編みと長編みの間に鎖編みを入れるのを編む担当。先ほどね、これ3つ塊、長編みをね、3つ塊入れましたけど、この担当を交互に繰り返していきます。1、2、3、3つ立ち上がります。2つ鎖を編んでいきます。ここですね。はい。そしてここ最初なので、鎖編みと長編みが2つです。これでね、まあ3つ
この塊が編まれたということになります。で針に糸をかけて、そしたらこのね2つの長編みを飛び越えて、ここね長編みと長編みの間に鎖編みがあるんですけど、ここに針を入れます。そしてここにも3つ長編みを編みます。はい、これでね一塊です。この長編み3つをこの長編みと長編みの間のこの鎖編みのところに編み入れていきます。どんどん編み入れていきます。ここね、ここ増やし目のところですけど、ここ2つありますね。ここにも1つずつ3つの長編みを編んでいきます。ですね、これをね繰り返します。ここで1周です。はい、そしたら次は 1,2,3,4,5 段目ですね。5段目が終わって6段目ですね。今5段目が終わりました。で次6段目です。 1,2,3,3 つ鎖が編まれてると思うんですけど、3つ目に針を入れます。で引き抜きます。そして次は、増やし目ですね。1,2,3,4,4 つ鎖を編んで針に糸をかけて、でここですね、この真ん中ですね、 1,2,3,3 つこの編まれているこのちょうど真ん中のところに針を入れます。そして長編みを1個、そしてそうですね、これでここは終わりです。次は増やし目です。ここですね、 1,2,3,3 つ長編みがありますけど、それの真ん中に長編みを1個、鎖編み、長編みで増やし目なのでもう1個長編み、鎖編み、長編み、はい、これですね。と1つの塊、これ2つの塊なので、次は1つですね。針に糸をかけて、ここですね、1つですね。はい、次は2つ、針に糸をかけて長編み3つの真ん中の長編みに長編み、鎖編み、長編みの塊を編んで、で1個、2個、1個、2個なので、次は1個、これをね繰り返します。はい、これで6段目ですね。1,2,3,4,6 段目1周してきました。そしたら 1,2,3,3 つ目に針を入れて、はい、でここから7段目ですね。3つ鎖で立ち上がります。そしたら針に糸をかけて、ここですね、ここに2つ長編みを編み入れます。はい、ここはこの長編みと長編みの間の鎖目の下、ここでね、ここに針を入れて、束に取りながら3つずつ長編みを入れる段になります。針に糸をかけて、ここですね、ここに長編みを3つ、最初だけはこの立ち上がりがあるので、立ち上がりを1個と数えて、でその隣のね、この鎖目の1個下に
4つ目の下にね、ここに側にとって2つ編み入れてますけど、あとは全部3つずつです。針に糸をかけてここですね、ここにも3つずつ長編みを編み入れます。隣にもここですね、ここにも3つ、はい、でここもね、こことここですね、3つずつ、はい、これを続けて1周編んでいきます。はい、7段目がね1周してきました。あと2つ、はい、3つ長編みを編み入れて7段目終了です。次は8段目です。 1,2,3 3つ目に針を入れて引き抜きます。そしたら次は、次も増やし目です。4つ立ち上がります。針に糸をかけてこの真ん中ですね、 1,2,3 いつでもこのね塊の真ん中のこの長編みの頭に針を入れてですね、でもう一度針に糸をかけて同じ目に、で鎖を一つ編んでもう一度長編みです。はい、今度はこの2つ長編みを2つ編み、長編みじゃなくて、この塊ですね、長編みと鎖編みを1つ挟んでもう一度長編みを、このね塊を2つから始めます。そして次は2個編んだから次は1個ですね、針に糸をかけてここに長編み、鎖編み、長編み、これがね一つの塊なんでね、 ここは2つ1つ、はい、じゃあ次は2つです。鎖編み、じゃなくて長編み、鎖編み、長編み、そしてもう一度長編み、鎖編み、長編みです。で2個終わったので次は1個ですね、長編み、鎖編み、長編み、で次は2個、長編み、鎖編み、長編み、もう一度同じところに長編み、鎖編み、長編み、はい、これをねこれ繰り返します。2個、1個2個ですね。はい、今8段目を編んでます。はい、一周してきました。最後は長編み、鎖編み、長編み1つですね。はい、これで8段目が終わって次は9段目です。 1,2,3 3つ目に針を入れて、で次は 1,2,3 3つ立ち上がって、で3つずつ長編みを入れる段になります。ここですね、1個目2個目、これでこのね鎖編みも入れて3つですね。針に糸をかけて、次ね、ここですね、長編みと長編みの間、鎖編みの下、このスペースに3つ、はい、そして針に糸をかけて、次ここですね、はい、次はこことここなので最初ここですね、こう2個3個長編み、はい、隣にも1個2個3個長編み、はい、これをね続けていきます。はい、これで9段目がね、9段目だよね、1,2,3,4,5、はい、9段目が終わります。はい、そしてねここでねもうね増やし目の部分が終わったので、次から増やし目なしなのですごい簡単になります。
じゃあ1、2、3個目に針を入れて、で引き抜いて、で1、2、3、4つ立ち上がります。そして針に糸をかけて、この真ん中ですね、1、2、3、3つあるものの中の真ん中に長編み。そしたらね、この段で2個1個とか1個2個とかってやってたと思うんですけど、もうずっとこのまま針に糸をかけて、この長編み3つの真ん中に長編み、鎖編み、長編みと入れます。これ1個ずつ入れていきます。針に糸をかけて、もうね、増減がないですもん。増やし目の部分は終わって、あとはまっすぐね、編んでいくだけなので、増減なく編んでいきますので、ここからね、すごい楽です。こんな感じでね、この3つのね、長編みの塊の真ん中に長編み、長編み、鎖編み、長編みをずっと入れていきます。ここですね、1個ずつです。その前の段まではね、2個1個とか出てましたけど、もうここからは10段目からはずっと同じです。はい、ではね、また一周編んでいきましょう。このままね、ずっと編んでいきます。増やし目はなし。はい、10段目が終わりです。そして11段目ですね。3つ目に、ここ1、2、3、4つありますけど、3つ目に引き抜いて、次は3つですね、3つ立ち上がって、そしてこのね、この長編みと長編みの間の鎖編みのところに3つずつ長編みを入れる段になります。ここですね、3つ入れて、次ですね、これをね、繰り返しながら一周するんですが、この段と先ほどのこの段ですね、前段、これを交互に繰り返して段をね、重ねていきます。あとはね、簡単なんでね、この長編み3つを、長編み、鎖編み、長編みの鎖目のね、下の部分にそこに取って入れる段と、今ね、今編んでいるこの長編みをね、3つ編む段、そしてその長編みの3つの真ん中に長編み、鎖編み、長編みって入れる段ですね。これをね、交互に重ねていきます。ですごい簡単なんでね、で初心者さんでも編みますよね、これはね。ただね、大きさがね、帽子なんでね、まあ私の頭のサイズは、前にもね、ニットのね、帽子、棒針編みで編んだ帽子の時にね、お伝えしましたけど、まあ57センチなんでねちょっとしたね、男の人のサイズなんですよね、私の頭なので、ちょっと小さめにかぶるのが好きなので、私はちょっと小さめにこの帽子は作ってますが、普通の女性の方の頭の大きさと同じぐらいです。なので、この周りがね、だいたい54センチぐらいあります。この、この帽子のね、遠いっていうのが、だから54センチぐらいの、女性の平均ぐらいなので、
ちょうどねよくかぶれると思います。あとはね、サイズ調整は、まあ、模様編みを1つ減らすとか、ここを1つ減らす、2つ減らすとか、あとはねこの号数をね上げたり下げたりして、あとはねもうほんと違う糸でね編まれてもいいと思います。大きめにかぶってももしかしたら可愛いかもしれないですね。私はね大きめの帽子がちょっと似合わないんですけど、まあ顔の小さい方とか、うん、は大きめの帽子をねかぶるとかわいいんじゃないかなって思いますけどね。私はねちょっとダメなんでねもう決まってくるんでね形が。あとはね帽子なので、首にね糸は当ててみて、糸玉当ててみて、チクチクしないやつがいいですね。チクチクするとねかぶっていられないのでね。私なんてもうねいっぱいね帽子はね編むんですけど、やっぱり糸でね人によっては全然かぶれない糸もあるんでね。まあこれはねちょっと当ててみたらふわふわしててアクリルですけど、まあアクリルはチクチクしないんでね大丈夫だと思いますけど、毛の場合はね結構いい毛、いいと噛まない、いい毛糸でもその細い感じのメリノウールとか、あとベビーアルパーカーとかですかね、あちら辺をまあ噛まないとね、チクチクして、ね、とても被っていられないですよね。だから細いね糸になっちゃうんですよね。はい、でここで一周ですね。一周したらただね、あ、ここ3つ編み入れてたここね3つ入ってますけど2つです。2つ、ちょっと今ねやり直しますけどもうちょっと最初ね今のここの段は全部ねこれなしですね、なしになりました。ちょっとね戻ってここを2つにして、そしてもう一回ねあの今ね編んでまた戻ってきますので、ちょっとお待ちくださいね。ちょっともうはい、ねやり直してきました。でなんだ目だったっけ、で11段目ですね。これが11段目が終わりました。で次12段目ですね。1、2、3個目に針を入れて、はい、そしてこのね長編みと長編みの間の鎖目のところにそこに取りながら、この3つ長編みを編むときは3つ立ち上がりですけど、長編み、鎖編み、長編みと編み入れるときは4つ立ち上がります。 1,2,3,4 鎖目4つで立ち上がって、そしてこのね真ん中にこの3本の真ん中に針を入れて、そして長編みを編みます。で針に糸をかけて、また3つのねここです、真ん中です。そして鎖1つで挟んで長編みです。はい、これをね繰り返しますね。3つ長編みを入れる段と、今ね編んでるこの長編み、鎖編み、長編みを、長編みのねこの3つ編んだ真ん中に編み入れるこの段を繰り返しながら段数をね重ねていきます。はい、ではね編んでいきましょう。ちょっとね暗くなっちゃってまた見にくくなっちゃった。もっとね明るいうちに終える予定だったんですけど、
何度ね間違えたことかこんな簡単な模様でも間違えるというね。では編んでいきます。とこれで今ね22段目を編んでいます。はい、そしてあとね3個目の立ち上がりの鎖目の3つ目に針を入れて引き抜いて、はい、これでね終わりです。22段できました。そしたらね、留め鎖で一旦こうやってもう一回ね、今こうやって引き抜いたんですけど、一回こう鎖を編んで、そしてギュッとやって、このままねここら辺でパチンと切りまして、でシュッと抜いて、でこれねつけて、そして糸始末していきます。適当にモケモケしてるんで絡むと思うんで、違うこっちじゃないこっちじゃないんだ、ちょっと待ってこっちじゃなくてこっちじゃなくてそうですね、これ折り返すんで、こうやってね折り返すので、こっち側に糸始末をしなければならないんですね。そうでした。でもう一回気を取り直して、はい、ここから入れます。そして、適当にこう入れてで一回ここで巻いたりとかして、まあ表にね響かないような感じで、こんな感じでね糸始末します。はい、まあこのぐらいでいいですかね。たら切ります。はい、ね、こんな感じです。これがここがね立ち上がりとか引き抜きしたところなので、こっちが前になるんですかね。こんな感じですね。はい、でこれねこれ編んだんですけど、まあこれとあとね2つね違う糸で編んだんで、ちょっと持ってきます。よいしょ。これがメランジ、まあ、後でね、帽子かぶってね、動画にしますのですけど、一応、かぶってね、大人でもかぶっていられるような帽子を作ったつもりなんですけど、どうかな。ちょっとかぶってね、責任持って外でちょっとね、お出かけしてみるんで、その時にちょっと周りのね、どんな感じに見えるかっていうのを聞いてみるんで、ちょっと待っててくださいね。で、これが、スノードッツ。これがメランジで、これがスノードッツ。これがフラッフィー。フラッフィーですね。で、これね、重さがね、このフラッフィーが 39g で、で、このスノードッツが 47g。で、メランジが一番重くて 72g 使いました。糸をね。で、やっぱりね、これ一番いいですね。軽くて、うん。で、ちょっと被ってみたんですけど、軽いし、あと通気性もね、ここ穴開いてるんで、いいし。でね、やっぱりほんのりあったかいので、まあ普段使いにね、
かぶってかぶるにねかぶれるんじゃないかなってちょっと思いました。はい。でこれ全部ね22段、これも22段まで編んで、これも22段まで編みました。で同じですね、全部同じ大きさになりました。なんか知らないけどそれぞれ違うと思うんですけどね、あの糸の太さ。私はね全部7号で編みました。ね、これ微妙ですよね、かぶってみないと分かんないですね。これちょっとねこう見た目は可愛いんだけど、かぶれるのかって感じかぶって大丈夫かって感じなんで、ちょっとかぶってきますこれもね。そしてこれはねちょっとねいいですね、かぶった感じ大丈夫だと思いますね。街歩いても大丈夫じゃないかなこれでって感じです。ではね採寸をします。まずね折り返さないで深さね、このてっぺんから26センチですね。これ私の好きなサイズなんでね、皆さんはあのここあの伸ばしていけばいいんでね、あの22段で私は止めましたけど、好きな長さまで、ね、あの上からこう編んでってるんで好きな長さまでできるんでね、その辺はね楽だと思います。あの大きさ調整がね。でこれもちょっと伸びるので、うん、大丈夫ですね。そんなに、うん、サイズにこだわらなくても大丈夫じゃないかなと思います。あとでねあの動画下の説明欄にこれの模様編みのゲージは一応ね書いときますけど、そんなに神経質にならなくてもこのまま編んじゃっても大体の人の頭には合うんじゃないかなって思うんですけどね。私の頭が大きいんでね、うん、そしてまあ、このね全体のこの周りここがちょっと測ってみたら54センチありました。 で折り返しの部分は私はね何センチ折り返しかな、まあ、6.5 センチぐらい折り返してますな感じですね。でこういったかぶったらねこうここがねこうちょっととんがるんで、ちょっととんがるの嫌な方はねこうやってやって潰してこうやってかぶるとちょっと今っぽいシルエットになるんじゃないかなって思います。はい、はい、ではあのちょっとかぶってねきますんで、今日ちょっとお天気いいんでね、かぶってちょっと動画のね最後のおまけの映像も撮ってくるかななんて思います。はい、では今日もねご視聴していただきましてありがとうございます。完成です。